掛け簿つけてたおかげで,でそういう気持ちになれたんですよ。不安がなくなったんですよ。もう収入がどんな収入でもやりくりするけん大丈夫だよって。かっこよくないですか。<laughs> こう話すのは松江市在住で4人の子供を育てる主婦全さんです。もし書けるのであれば自分のじゃ例えばお小遣いとかの範囲で書いてみてください。すごい驚愕なんですよ。あの 予想を超えるんで結局書けばこっちは忘れていいわけなのでな逆に心とか頭がこう軽くなったなっていうズンさんは8年前 SNS で公開した自身の家計簿が話題となりその後家計簿に関する著書を出すまでになりましたズンさんの家計簿の一番のポイントは節約ではなく把握すること買ったものはすべて書き出し 1> 1日ごとととのの支出額ををまとめるることで、お金の流れを把握する家計術です。その家計簿のプロにこの物価高を乗り切る術を聞きました本当に欲しいものにお金使ってるっていうのを書く機会が増えてくると不要なお買い物ってどんどんしなくなるので結果いい値段のものを買ったとしても不要なものの合計金額のが上回ってるのでそこが減る。 本当に必要なものの見定めが重要だと言いますここで北に記者まさかのカミングアウトこれ実はあの北に家の家計の音なんですね <laughs> ああ書いてる <laughs> 去年12月から家計簿をつけ始めた北に家前さんは家計術の成功は ママだけでなく、パパの協力が必要不可欠だと話します最初に言われたのが、頑張ってるから、じゃあ自分も何かできることをやろうって言ってくれたんですよ、レシートをもらう作業って、別に大変じゃないじゃないですか、じゃあそれを、はい、今日のレシートだよって、渡してくれるだけで私は、ももやもやしなくなくるんですよ秘訣は、家族間で使った金額を見える化すること。 併せて子どもの誕生日や車の税金など決まった月にかかる費用をあらかじめ把握することも重要とのことしかし世のお父さん方にありがちなのがどんんな不安があるんですかね自分のなんかごめん使ってるものも含めて丸裸にされてねすごく詰められるんじゃないかっていう思いがすごくあったんですよ しかし、善さんは、どれだけお金を使ったのか把握することで、無駄を削れるるヒントが見えてくると言います。お金の流れを見ると、安全運転できるんだよっていうのが、多分家計簿の,その良さなので、多分捉え方一つで、裸気分がなくなくります。見返せるものが欲しいので、やっぱり削れるところがヒントが、こここなんんか全部あるんですよ。この家計術で、来月から我が家も黒字化。 というわけではありません家計簿もやりくりも長期的な目線で捉えるのが大切なポイントのようです年間でバランス取ればいいねっていうふうにそこで切り替えができるのでやっぱりボーナス月とか分散させれば赤字の月が補えるなっていうの見えるじゃないですか物価高での家計術 家族と協力しながら把握して、欲しいを見定めることが黒字への近道かもしれません。うちも黒字になりますかね。なりますよ。<laughs> 行動するかしないかです。テレビの前の。お父さんも。ね、できることあります。できることはありますから。<laughs> 僕もですけど。頑張りましょう。